マイクテスト。マイクテスト。じゃあ、ぼちぼち始めましょう。コアウモッサとジャンで、本日もよろしくお願いします。ドラキュラ2、呪いの封印、欧米版ですね。欧米版。欧米か、はい、あ、まあ、北米版って書いてあるか、北米版でいいか。はい。北米版。キャステルバニア2、シモンズクエスト、スチーム、ディスクシステムやっていきます。ディスクシステムじゃないですよね。FC1 ですよね。はい、北米版なんでディスクシステムではないと思います。FC に直しておこうか。あ、OK。うん、よろしくお願いします。前回は、西の方行った。西の方行ったんですけど、まあ、めぼしい情報がなく行けるところもなくて、行き止まりになっちゃって。で、結局、モーニングスターだったり、なんかアイテムをいろいろ揃えて終わったっていう感じですね。で、今日は、東ルートに戻りまして、若干調べました。若干調べて、やっぱりあれですね。壁を壊していけるところが、まあ、いくつかあるんで、まあ、それを一個ずつやってる感じですかね。で、まあ、ヒントを得て、新しいところに行くような感じの、流れで行きましょうか。はい。まあ、調べやどこに行けば行くかすぐわかるんですけどね。はい。では行きましょう。ちょっと、そろそろ。行こうか。はい。はい、で、まずここっすね。これ二つ目の街っすね。二つ目の街の一番右の家ですね。で、ここの辺、こんなの分からんけねえだろっていうぐらいの、ここにありました。で、下に行けばいいのかな。あ、おっさんがいますよね。で、このおっさんは、武器を売ってるんですね。チェインウィップ。で、これ150なんで、今持ってるモーニングスターよりは弱いっていう流れっぽいっすね。なんで、これはいい絵にしましょう。買っちゃうと、多分下がるんで、弱く。もう一個あるんですよ。どこだっけな。何だったっけな、ちょっと。打てねえよ、もう。あ、こんなんわかんねえっすよね。さあ、で、これはちょっと翻訳していきましょうか。英語の時間。英語の勉強の時間。クリアーパスアット、ビアーケレイ、マンション。最初のマンションのこと言ってますよね。最初のマンションは、ホワイトクリスタが必要ですよっていうのを言ってるっていう。このヒントがないと、まあですね。マンション。仕方がわからないよってことですね。はい。で、これは二つ目の街なんで、白いクリスタルで、バークレー T
で、バークレーって言っても最初なんだね。道を開けると、うん、いいです。で、ここはこれですね。で、バークレーって行きましょうか。あそこにも、ヒントがあるっぽいですね。これで、だから、こっちから行った、こっちから行った方が行きやすいっすね。いやー、このゲームはなかなかむずいっすね。ノーヒントで行くには。マジで。一度クリアしちまえば、多分ね、それ以降は楽にできると思うんですよね。やる場合はね。もしかしたら2周目もやるかもしれないっすね。このゲーム。面白いんで。面白いですね。面白い。やっぱこう、もうアクション RPG にしてくれたおかげでかなり面白さが増してますね。てん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 。こういうとこあるっすね。これ買った方がいいっす。無限に使えるんで、買っていく。炎とかでもいいっすね。岩を壊すのはこれしかないんで。まあ、これでいく感じです。おっと、いけなくなってる。はは、ちょっと、あ、これセット強いのか。まあ、もしかしたら、セット強いいけます。あ、来た来た、よかったよかった。オッケー。そうですね。クリスタルは、上位のゲットすると、下位の、継続されるっぽいです。白いクリスタルでいけるんですかね。多分、白いクリスタルで、あそこ、そもそもいけたってこと。ちゃんと装備してればって。で、ここっすね、ここ。いやー、まあ確かにあのね、骸骨のとこ怪しいなと思ったんですよ。はい。これいけるかな？あ、これでいけるんですね。よいしょ。多分ここにあるはず。せいか。あれ。いや、あるもんね。さすがに、ちょっと待って、なんもねえの。あれいや、ちょっとなんもねえのは想定してないんですけど、ね、にあると思ってたんだけどな。絶対怪しいですけどね、この。いやー、見るか。ちょっと待って、行きたいっす。いやーね、わかんないっすね、パッと見て。どこにあるか。書かれてないんですよね。ああ、でも B1 って書いてあるんで、ああ、進行しないとダメなんだ。ここなんもないっすね。ここじゃねえんだ。いや、買いづらいっすね。うん。落とし穴あったよね。上上がったとこっすね。実行して、思いっきりジャンプするんですね。ゆうふい！オッケー。
こが怪しいですね。あ、そこだ。この下ですね。そこを壊すのか。なるほど。いや、なんか分かるわけねえだろ。ねえだろ。ふい。ふい。ふい。ここに本が。あ、あったか。ありました。参考サイトですね。分かりづらいっす。アーシンボル。オブ、エウィル、ウィル、アッパー、ウェン、ユーストライク、スティック、クイオスとアツクの調子等々が現れる。クイオス、ああ、はいはい。で、あの十字架を使うっていう流れになったんだ。もう普通に解けましたけど。よし。オッケー。じゃあ次。次ですね。次探さないとですね。いやー、書いて。ないんですよね、これがなぜか。おかしいよ。なんで書いてねえんだろう。ああ、まあ、ここに書いてねってことは、やっぱ次のところに行けってことなんですよね。上経由で行けってことですね。で、1個はあれじゃないですか、店じゃねえのかな、違うのか、違うな、いや、文献があるんです、2つ。このゲームはディスクシステム版をやってからやるのを非常にお勧めしますね。マジで。オール英語ですからね。日本人なみなみですよ。いや、翻訳しながらじゃないと無理っすよ。よいしょ。翻訳サイトをもう、がっつり見るか。どっちかっすよ。そことか怪しいっすよ。調べてみましょうか。あと、その下とか、その辺とかも怪しいですよね。こういうとこを片っ端から見ていくんですマップを下にしといてくんなかったんですか。あー、この下とかめちゃくちゃ怪しいね。次のダンジョンのこのヒントにしましょうか。教訓としましょう。次のダンジョン行った時も片っ端からやっぱ壁を調べてみるか。本当は床も調べないといけないんですけど。ほら、あった。いやー、まあ、そこまでやってらんないっすよね。ストロイ、ザ、カース、アンド、ユール、ルール、ブラームス、マンション。あ、これ別のマンションのこと言ってますね。呪い破壊すれば、あなたはラームの邸宅を統治することができ、あ、オッケーオッケー、了解です。呪いを破壊する。よくわかんないですけど、呪いを破壊すれば、あなたは、ラームの、データを落ちていきましょう。これはここのクリアのことを言ってるんですかね、ラームのと。ラームに行けてないんじゃないですか。
あと一個あるっぽいですね。怪しいのはやっぱこの下ですかね。この下が怪しいですね。あ、OKOK。完璧。ハーフレーム、フリック、フリッカース、インサイド、ザ・リング・オブ・ファイヤー、炎ですか、火の輪の中で炎がちらつきます。何言ってんだ。いや、これはわかんねえな。火の輪の中で、前回撮った炎をもしかしたら使う機会が出てくるかもしれないですね。炎がちらつきます。そのことを言ってんじゃねえかなっていう予想です。よし。じゃあ、ここはもうないんで、出ましょう。そこそこ、前回クリアしてます。確か帰りのショートカットはこの下のあたりあったんですね。落ちるんでしょうか。落ちるんでしたよ、これ。ショートカットはどうやっていくんだ。あれ、あった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 。いやー、これは危険ですよね。一歩間違えしたら普通にああだった。で、ちょっと怪しいの見てみるか。ここではないと思うんですけど、一応ね。あ、ないですね。じゃあ帰りましょう。落ちたけど、くそ。いやー、もう余計な。いやー、金でね、買いたいのがあるんですよね。よいしょ。よいしょ。ういっ。うん、オッケー、出た。で、ニンニクですね。ニンニクを、売ってるところがあるっぽいんで、そこに行きたいんですけど、上にあったマッチっすかね。ってことは、こっちに行きゃいいのかな。さあ、全部隠し通路があるんでしょうね。なんかあれっすね。空き家しかなかった街っすよね。はいはい。あそこっすね。あそこをよく下とかを調べて、あれっすね。隠し通路を探せって思ってね。でも横にはなかったんですよ。横にはなくてもねえだろうっていう言ってたんで、おそらく下にあるんでしょうね。まあ、もうこれはわかんないんでしょうがないっすね。こればっかり。ふいー。くそ、こんなやろ。さあ、この BJ ノリノリで行きましょう。あ、いていていて、もうしょうもねえと。ふい。で、このアイテムは取りました。ここだったっけな、マジで。で、確かこっちでしたよね、町は。下は川がある。あ、ちょっと待って。さっきこう見逃したのかな。あ、いいや。こっちさっき行っちゃいますよ。夜になりやがった。いやー、最悪だ。最悪です。最悪。はい、最悪。あ、じゃあ、せっかくなんで、川のとこ行っちゃいます。
文献がね、あるっぽいんですよ。いやー、マジでコウモリ嫌いっすね。いやー、この作品のコウモリマジ嫌いだわ。ここっす。ここっすよ、いいやー、ない。ちょっと待って、いいじゃん。あった。いやー、こんなとこにありやがって。よし。レプレン、レプレニッシュ。アース。ニール、バイ、ザ、レイク。ウィズ、ザ、ブルークリ、あ、ブルークリスタルのこと言ってますね。はい。はいはい、これだ、これっすね。これが重要だ。地を補充するため青い水晶を持って、今持ってますよね。で、湖のほとりにひざまずいてください。これっすね。ひざまずく必要があるんだ。このヒントがなかったらやっぱわかんないっすね、次のところ。なるほどね。これはちょっとメモリッチ。土が出てくるってことですかね。ヒントを持たないといけない。きつくねえか、ここ。ひざまずいてください。あ、いや、とりあえず赤待ちっすね。こっちまで行っちゃおうか。よし。やっちゃやりやすいっすな。めんどくさいですけど、怖いっすね。あんまダメージ食らわないんで、やっぱりこっちは比較的やりやすいですね。西ルート行くと、あれですね、しんどいっすね。モーニングスタイム持ってるんで、ここまでではないっすね。どこで朝待ちますか？この辺、いやー、場所悪いっすね。敵いないもん。敵いないよ。急走がいいよ。この辺で朝待ちましょうか。全然出てこない。今金は256マックスあるんで、この買い物は大丈夫です。基本的にないと思うんですよね。何らかしら多分あるんですね、マッチングは。最初のマッチは白いクリスタルでしょ。で、二つ目のマッチは、マンションに行くための情報はありました。まあ、あと武器も売ってますもんね。で、ここに関してはやっぱニンニクですね。ニンニクがメインだ。から見ていきます。全部あると思った方がいいんですけど、この辺とかどうなるんでしょう。あ、でしょうね。はい。こっちから降りるのか。で、物件を探す感じ。あ、人もいるのは。あ、これ売ってんのか、普通に。あ、これっすね。はい。ユールバイエドサムガーリック。あ、これがニンニクっすね。オッケー。三つ目の街に行くぞ。
肉が売ってた。売ってた。隠し。下隠し。ニンニク2って書いてあるの。あ、そっか、じゃあ。さ、話せねえな。1回しか話せない。1回しか話せない。意味がわかんねえ。あ、違う違う違う。もう1個か。もう1個あるじゃん。とりあえずいいです。今、金156。あ、もう武器を買う必要が今んとこないんで。これは別に金なくなっても大丈夫です。こういうの。こじれてる。ここは、この辺とかにもあるのあった。もう全部あると思ったらいいですね。空き家に関しては基本的にあるっていう認識いた方が良さそうですね。あ、ばあさんがいた。ドラキュラーズ、アイボール、目ですか、目玉、リフレクス、ザ、カース。うん。ドラキュラーの目玉は呪いを反映します。これですかね、呪いを破壊するっつってた。ただ、ドラキュラーの目玉を破壊すれば、さっき言ってた、何ですかね。統治できるんですかね。統治がよくわかんないけど。ドラキュラの、目玉は、呪いを、反映します。隠しました。なんかあれ、方向変わるんですね、発展的に。で、あれこれどうやって上に行くんだ、はい。貫通しました。もう一個家ありますね。ふい。ふい。多分攻略サイト見る人は多分この辺絶対スルーしますよね。どこ得る必要がないっか、店ですね、多分。バイサム・オブ・マイラ、ああ、これ売ってるんだ。今、いいか。これがあれかな、月桂樹って呼ばれてるやつですね。いっぱいあって困るもんじゃないです。場所が多分これもあるんでしょ。月桂樹の変ヒントとか。ちょっと待って。あれなんか出てこない。色素。今回ヒント得たと思うんですけどね。
わかんねえな。わかんないですね。ニンニクは、ですね、渡し森が好きっていう感じになってますね。渡し森がどっかいるっていうことですかね。もしかして夜じゃねえっていないかもしれない。ここにいるっぽいんですけど、まあいないっすね。まあ夜専門かもしれないですね、この辺の人は。体力回復する場所あったっけ、ここ。上にありますよね。なかった気がすんな。ないかもしれない。青いクリスタルに交換してくれたとこ。ねえよ。いや、教会がねえよ、ここ。ふざけんなよ。住んでるの空き家しかねえのかよくわかんないっすね。ああ、まあ、もしかしたらニンニクを銃セットしてねえから出てこないのかもしれないですね。ちょっと待ってください。セットしときゃいいのか。ニンニクセットしといた状態でさっき。わかんないっすけどね。なかったのはいいや。多分夜だ。夜じゃねえと思うんだけどな。ああ、ああ、違う、これ夜ね。びっくりした。ああ、出てきた、出てきた。使ったら出てきやがった。こんなのわかるかよ。買いますね。はい。メモリマシン。シルバーナイフを食えるっていう感じか。前もらったやつとは違うんですか？ファイル、ギブ、ディス・シルバー、ナイフ、トゥ・セーブ・ユア・ネック、あなたの首を救うためにこの銀のナイフをあげます。どっかで使えそうですね。首を救うってのもよくわかんないけど。墓でニンニクを使う。人が出て、あなたの、首を救うために、銀のナイフをあげます。よし。二つになった。はいはいはい。そうですね。じゃあ、これでいいのか。が正解っすね。ああ、すげえ。なんか、金になった。よくわかんねえけど、金になりました。これが必要なアイテムかもしれないね。一応もらっておいて。
じゃあ、これで進みましょうか。あれっすよね。青い水晶持ってる状態で、川のところで、ひざまずくんですよね。高めばいいのかな？まあ、それをちょっとトライしてみましょうか。いや、腕はね、うっとうしいっす。まあ、もう死んでもいいっすけど、買いたいものは大体買ったんだ。てててて、一応見ときます、一応。これにして。あれとかもしかして燃やすのかもしれないですけど。燃やすでも、どうにもなってない。一緒邪魔くせえな。ないです、ね。ここっすね。ひざまずくとこうですか、ね。あー、違う。いやー、これは難しいっすね。これは難しいわ。なるほどね。水の中に何があんだよ。マンションがあんのかよって話っす、ね。やべ、最悪だ。いやー、あれ上から落ちりゃいいのか。嘘。こうですか。いやー、来たのは完全にトラップでしたね。あー、マンションあったわ。あったよ。いやー、これ二つ目のマンションっすね。行きましょう。来たね。ドゥン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 。壁はきっちり調べてみよう。蓋は適当でいいですけど、壁はどうにかしたい。あれ食らうのかよ。うわぁ、うわぁ、ここ通りたくねえな。通りたくねえけど、行くか。やべ、ね。やっぱ貫通してるってことはイコールないですか？いや、いけるってこと？ここ貫通してないです。確認する。あ、貫通しないですね。ちょっといけるってことか。ゆっ、あぁ、むかつく、このギリジャンが。ギリジャンがいけねえよ。いっ、あ、いけた。いやぁ、いきなりないと高いっすね。上はちょっと後でチェックしましょうか。よいしょ。いやぁ、ダンジョンに行くと楽しいですね。あくまでドラケアって感じ。右ルート。とにかく右に行くルートがある。おっと、ちょっと。来たね、初見殺し。初見殺しだよ、こんな。押されたもん。あ、ちょっと落とされたよ。最悪だ。くっそ。むずい。いやー、これ店があったら金作しねえダメだぞ。ほんとは店か、もしかして。うわー、来たよ、店だわ。50っすね。あー、これも今回必要だわ。50貯めないとっす。はいはい。不意ですね、不意。不意はちょっと必要なので、欲しいっすね。ちょっとメモっとって、一応、今いるのが、説明のやつを読む。はいはいはい。どうしたのか。今二つ目のマンションにいます。V が50で。仕方ないんで、そうです。
その辺で検索しよう。大好きだね。あぶね。いやー、こう落とし穴きついっすね。落とし穴があんの。ヒューじゃん。悪そうっすけどね。あった。あったよ。オッケー。よーしよしよしよし。普通の知識を得ることができればこういうのにすんなりいきますね。うん、デストロイザ、カーズ、エイビス、ドラキュラーズ、ハーブ、ドラキュラ心臓で呪いを打ち破る。よくわかんないですけど、動画必要と。なんかここには心臓があるのかもしれないです。最初のところ肋骨でした。よいしょ。いやー、金策すんだったらどの辺がいいんでしょうね。敵はもうちょいいるところがいいんですけど、一体だけポツンといいんで。体だけボツンってやめてほしいですね。これルーズでもいいですけど、ね、時間の経過するんだ。22日も経ってますよ。普通にやったらこんぐらいかかりますよ。参考にはなる。かかりすぎだろ。ダンジョンの中は、あれですね、時間の経過がないっぽいっす。朝夜っていう、出ないっすね、確かに。ダンジョンって言えばいいのか、マンションって言えばいいのか、マンション。屋敷にいるってことっすよ。ホラーマンションと言います。よし、あれなんでねえの。攻撃してねえから。あ、出てきた。よくわかんねえ。いやー、攻撃してく状態じゃないんだね。よいしょ。じゃあ買いましょう。ワールスを攻略してください。ウィーでいいんですか。いや、一回翻訳うまく出ねえ。まあいいや。あ、この前回と同じセリフだった。前回よいしょ。じゃあとりあえずそこ上行ってみましょうか。最初のとこは後回しにして、いやー、こうも聖水を使うゲームはおそらく2が最後じゃないですかね。そんなに聖水使わないですよ。通常のドラキュラシリーズ。めちゃくちゃ役に立つ。全然倒せる気がないですね。
4発いやー、ほんと音じゃありそうっけど。あー、そっち行けそうな感じです。うわー、いけるな。一級はいける。あー、上から落ちんのか。なるほど。いやー、ここ通んのか。ですよね。いや、そうなると思ったよ。いけた。オッケーオッケー。下にはいけない。どこで場所があるの？そうでもねえ。あ、階段。あったー。ありましたー。ニンニクの話してますね。ガーリック、インド、グレーブヤード。サーモンズ、ストレンジャー。あ、これですね。まさにこれだ。墓地のニンニクは見知らぬ人を呼び出しました。使ったら出てきたってことですね、あのおっさん。じゃあ、私森の件はまた別の話なんですかね。あれかな、あれですかね、船は、なんか、貸してくれた人っすかね、もしかして。あの人にニンニクを渡すっていうパターンがあるのかもしれないです。普通に今、突っ込んでるぞ。あ、これもうゴールじゃん。ゴールじゃん。さて。最初のとこ行ってないんで、あっちにも文献があるからちょっとやっていく。びっくりした。こういうとこ怪しいな。はい、か。あ、着いた。いや、ボスがいないんですね、このゲーム。本格的やりやすいっす。これを使える。You now process。また、部位が違うんだと思うんですよ。言うな、プロセス、ドラキュラス、ハート、心臓だ。心臓っすね、これは。これは心臓だ。うん。いや、相変わらず日本、あれ、翻訳おかしいっすけど。相変わらず翻訳がおかしいけど。あなたは、今、キラーの、心を取りしますやっぱりこう振動でしたね、はい、これでまたなくなるどうもない各自毎回50で買わないとダメって食いよ何食いが必要なのかよくわかんないよ壊すのに必要って言う。一回で壊すんだよっていうの、こっちも。ういよし。いや、今の落ち方は自殺行為ですよ。いやー、戻りがあるのめんどくさいっすね。もう今回なんか絶対ショートカットできることないっすね。あうっやっちゃった。いやー、そう、嫌がらせっすね。こっから落ちたらダメ。はは
ふい。本当にこの隠しをよく見つけたっていう感じはしますよ。よいしょ。上上でまた別のルートですね。こっちはこっちもしかしたらいけるのかもしれない。怪しいな。いやここも怪しいけど、いやここでも行けないですね。これ行けねえな。危ねえ。あー何もなしですね。はい、ないんでやっぱりここ貫通してるしかない。ああいうとこ基本的にノーヒントで探さないといけない。上から落ちる場所がある。多分なんもないと思うんですよね。あそこ落ちて敵にやられて死体になっちゃったってことですか。うわーちょっとこう針あんじゃん。いやーこれこれここ通んの。いやー勘弁してよこれ。そりゃうってなるよ。いやーこれきついっすね。こんなとこ通らせんのかよ。ジャンでなんとかって感じか。やってますけど。いや、がっつり持ってかれたな。金は多分さすがに必要ない。いやー、こいつしんどいっすね。あの、避けれねえよ。はい。こちゃんか。よし。いやー、ちょっとあの弾食らいたくねえ。うってなっちゃうね。ちょっと待って。まさかの何もなしかよ、ここ。いやー、やっちった。うわー、最悪だ。いやー、あいつマジきついっすね。あそこにも多分本がある可能性はあるけど。いやー、最悪だなー。またあのウーの場所を通んなきゃいけねえっていう。これ絶対死にます。いやー、あの最後のあの、あいつはどう処理すればいいんだろうな。こっちの方が強いですね。いやー、復活するから、どうにかしたあの辺地から落とすしかないって。いや、これ絶対食らう。あ、死ぬ。基本的に死んでも問題ないんで、まあ、その辺の難易度は2は低いけど、あれですね、謎解き要素はやっぱ難しいですね。これ GK 解くのはかなりの難易度の高さ。思っております。無理じゃね。これ下に絶対行くな。だから、ここ行って、あ、これ行って。ねえのかい。いやー、まさかのなかったわ。最低。ここも完全なる行き止まりじゃねえか、こっちルート。
いやー、ちょっと一応確認します。あ、ないっすよ、確かに。文献は2つで OK っぽいですね。あ、じゃあこれで終わりっすね。はい、なんか通れんの、通れなかったっぽい。どういくかですよね。あのマンションの引き止まりだった。リュリュリュ、もうこれかな、東ルートはもしかして終わりかもしれないですね。あ、そうですよね、はい、東ルートはこれで終わりだ。なんで、はいはい。あ、じゃあ西ルート行きましょうか。よいしょ。ちょっと絶対行けないっすもんね。さあ、どっかジャンプ力上がりやつ取れんじゃねえかなっていう、今んとこ行き予想当たってますね。あ、これ朝なんで。予想は今のこ立ててはいるんですけどね。ちょっと待って。いやー、ここむずいっすね、普通に。普通にむずい。ジャンプじゃいけねえじゃん。こう。OK。簡単に言うけど、ほとんどめんどくさいっすね。結構な距離あります。いやー、うぜえ、うぜえ、この野郎。2人行っちゃっていいですね。よし、こうまで行けないんですけど、はい、クローマー。欲求がねえやん。怪しいんだ。なんもないっぽいっす。聞けないか。聞けない。いや、こんなとこあんのか。これ絶対ねえと思いますけどね。これ何のために存在するんだろう。気になるけど、ね。ああ、こっちからこう行く場合か。なるほどね。ルプルーじゃねえけど。下打ち予定が全く持ってない。よし、いちいち夜なんじゃねえ。
いや、夜に川に来いっていうイベントはちょっと気になりますけどね、街の住民で。今んとこ夜専用のイベントってないですね。結局ニンニクのとこも昼間に行けた。川辺なんていっぱいありすぎて、どこに行ったんですか。川辺、川岸でしたね。ドゥ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 。調べてないです。Sure, I'll take you to a good place here. はいはい。マスコで。一応、勝手に帰っていいですか。いや、ちょっとここでなんか朝を迎えたい感じはします。これか、そうですね、はいはい。あ、いいや、ちょっと一旦ここで回復しましょう。回復しましょう。朝待ってた。経営から館に行けるっぽいんですけど、このヒントはどこから得るんだろうってちょっと気になりました。いや、パッと見ないですよ。パッと見ないです。いや、これきついっすよね。まあ、ちょっといいや、とりあえず回復します。これを装備してないとダメってことですね。今回は盾ではないんですよね。うん。何の効果ですかね。ダメージ量が減るとかだったらいいんですけど。一番最初のはあれですもんね。盾です。3以上上がんないっすね。死んじゃうから。今んとこ3以上いらねえかな。体力もめちゃくちゃありますから。これボスがいるんだったらあれですけど。レベル上げた方がいいかもしれないけど。
この敵は弱いんで大丈夫です。からはなんもない。いや、こいつがもうちょいいいヒント教えてくれればいいんだけど。わたむし俺ニンニクが好きって。あーめっちゃ、うわー最低だ。いやーもうせっかくあれしたのに。くそ。いや、回復前待ったね、これかよっていう。なくなっちゃうんで、いっぱいエリアチェンジ、あ、これでいいのか。一応ニンニクも用意してみましたが、私もよりはニンニクが好きなんで。使ってみる。ニンニク、あー、下に落ちちゃった。最悪だ。ニンニクは関係ねえんだ。レッツミーショー、ユーアウェイ。来た。私んち。もしかしたらニンニクあげたらヒント送れるのかもしれないですけどね。これ確認したいっすね。レッドミーショーユーザーエウェイ。道を教えてあげましょう。なんか色が変わったんですけど。一旦バックエンド一緒。ちょっと待って。ニンニクを、これ使ってみるかしら。いや、ダメじゃねえかよ、ニンニク。いや、もう無駄に使っちゃったな。いや、もう一個だけ残しておきましょう、ニンニク。これでついたか。オッケーです。はい。こっち行けるんだ。こっちはさらに進行っぽいっすね。じゃあ、まずはマンションからな。行けるかな。ダメな気がするんだ。生成率。いや、金があるうちに、食いを買いたいですね。食いを。どこにあるかわかんないけど。この方だと思うんだよな。だから、この方を優先的に組んでいった方がいいかもしれない。左も気になるけど。オーバーになる前に買いたいですね。どうやって行くの？普通に行ける感じ。ああ、あんなとこいるよ。うわあ、あっちっすね、とりあえず。あんなとこハマってますけど。どうやってあのおっさんはあそこで生活してんの？左ルート後にしますよ。とりあえず食いだけ買っちゃえばいい。ああ、もう怪しさ満点ですね、あそこ右。これ、あやさまんですね。あったありましたオッケー。ウェイトコー、装備。
魂クイズ。あ、レッドクリスタル来たね。レッドクリスタル必要なんだ。オン、デボース、クリフ。デボラの崖で赤いクリスタル持った魂を持つ。よくわかんねえけど、まあ必要です。デボラの崖で、赤いクリスタルが必要です。来たね。ランボークステーク、はい、一緒ですね。オッケー、ゲットしました。え、じゃあここじゃ使わないのはデボラの崖じゃないの。ここじゃクリスタル使わないっぽいっす。じゃあ心臓でいきましょう。ですとありそうでないです。次だろいや、炎使いましょうか。だるい。 OK。 いや、もう炎めちゃくちゃ強いですね。ああいうとこでめちゃくちゃ役に立つ。やったっけ。やっていてないです。いや、これ戻りめんどくさいですね。上行って下行かなきゃいけない。全然この扉は行けないっぽいですね。ちょっと怪しさ満点ですね。どっちもあのボスが出てくるんじゃねえかっていうのかな、やっぱ。うわぁ、ボスいるわ。しかし、この死神じゃねえかよ。まさかの死神がいたよ。だって死神は、炎効くかな。いた、よかった、倒せたわ、オッケー。ユーナープロセス、ザ・ゴールデンナイフ。いや、ここに来てボスが出ると思わなかった。いやー、よかったっすね。ワンより全然弱くて。ワンで相当苦労しましたからね。ユーナウプロポーセースザ・ゴールデンナイフ。で、こんな弱体してんで。あなた今黄金のナイフを持っています。どこで使うんだよ、黄金ナイフ。もしかしたら、ボッテン、あれですね、さっきのやつも、ナイフのがやりやすかったのかもしれない。炎がめちゃくちゃ強いんで、まあ、炎でよかったやつ、ね。黄金のナイフ。何に使うんだよ。基本これで、水探索しなきゃいけねえのよ。って言った。得意。はい。かっこいいっすね。得意を探す。You know process ドラキュラス、アイボール来た。目玉っすね、ここ。ドラキュラの、目玉ゲット。はい、オッケー。手違いボスがいたと。三つ目のマンション。今日だけ2つクリアしてる。いいっすね。順調っすね。なんで復活してんだよ。ムシムシ。黄金のナイフ使ってみる。
いや、いいっすね。ハメですよ、ハメ。ハメじゃん。オッケー、黄金ナイフ。You now process the golden knife. 持ってるわ。いや、楽しい。まさかの、勝つの。エンドレス脇かよ。BGM 変わんなかったっすね。嘘扱いじゃねえってことですか。めちゃくちゃ死神苦戦しましたけど、俺ね。あれでもいそうっすよね。あの、スマジョー伝説とかも出そうって言うんで。やりて、非常にやりたくねえ相手だなと思う。いや、マジ戻りがめんどくさい。コンティネント、そこから始まりますから。まとまと打って、あれですかね、どっか戻るかもしれないですけど。もしかして。まあ、そう、使ってないんだ。まだ行ってないですね。うん。あれ、行けねえじゃん。うわ、タイヤの行けねえのか。いや、行けねえ。あれ、ここ通れんのかな。あ、そうだ。ああ。いや、なんかありそうだけど、無理っすね、あそこ。あんなとこ行けねえわ。あれね、これで終わりかな。もう一個ぐらいなんか左のルートあって。一番最初の。ああ、最悪だ、落とし穴だった。くっそ。いや、しかも落とし穴直前のところかよ。で、こっちは行ってねえのか。いや、なんまさそうっすね。なんもないっすね。これで終わりか。あれでも、一個しかなかったっすね、ヒント。赤いクリスタルを持ったやつ、はい、ああ、やっぱさっきのだ。はい。いやー、まあそうなるよね。そうなると思いました。確かに怪しかったです。行くんだろうな。そこがわかんない。上から壊せばいいのかな。
下からでどう見てもいけないんで、やっぱ上からあれですね、生成落とす感じ。これ落とすか。いやこれ難しいっすねこれ。いやこれむずくねえか。難しいじゃん。ああいけた。やっぱそうっすね。ギリギリ落とす位置なんだ。いやこっからもういけるかこの時点で。いやこれはむずいっすね。オッケー、眠りましょう。プレイス、ザ、ラウレールス、イン、シルク。布ってことですかね。シルクバッグ。トゥ、ブリング、ゼム、トゥ、ライフ。ゼム、トゥ、ライフ。月桂樹をシルクの袋に入れて生き生きとさせます。味で言ってる意味がわかんねえ。月桂樹。月桂樹は持ってますね。シルクの袋っていうのがどっかにあるのか。袋に入れて生き生きとします。させる。で、何言ってかわからない。じゃあ帰りましょう。クリアしたあれか、さらに奥のルートを行けばいいんですよ。そもそも間違ってほしいですね、新しい。いやーこっちの下から行きたいんですね。下から行った方がいい。よし。よし。ほわほわ。よし、オッケー。行きました。じゃあ、左ルート行きましょうか。こっちは何があるんでしょう。うわぁ、これなんだ。いやぁ、これやなんすよね。よいしょ。上に上がった時に行かないといけない。上に、ちょっと上がったタイミングに行かないと、タイミングが悪い。いやぁ、こんなのもあんの。これ、オッケー、一回で行けた。おっしゃ、これは嬉しいですね。ちょっと待って。帰りましょうか。とりあえず、なんかどっかで使う可能性がありますよね。ちなみにちょっと今回、何撮ったんでしたっけ？振動じゃないです。目玉か、目玉か。で、目玉は、なんだっけな。どっかヒントありましたよね、目玉のヒント。目玉のヒントは、ドラキュラ目玉呪い反映します。よくわかんない。よくわかんない。いや、月桂樹ってか、どっかでも、こっちもこっちもどっかで使うんだと思うんですよ。使う場所がわかんないですね。クリスタルに関してはおそらく道だと思うんで、道がないところでクリスタルはめればいいですよね。で、目玉に関しては常にセットしてどっかで使うっていう感じ。こういう反映させるじゃわかんないですね。あ、敵はちなみに問題なさそう。
いや、いたね、こい、こい、いたぞ、ワンにも。こう、メデューサみてえね。ああ、おっさんいる。こんなとこおっさんがいたわ。I'll give you a diamond. おっと、変えてくれましたね。ダイヤモンドをくれたんだ。さかのおっさんが。無料で。give you a diamond。あげます。さかのおっさんがダイヤモンドくれましたね。どっかで使うっていう話になってましたよね。ダイヤモンドを入れます。ダイヤモンド下りはどっかであった気がするんですよね。ちょっと。あれ、ヒットしねえな。下でしたか。墓地の4番目の墓を掘ってダイヤモンドを入手します。いや、よくわかんないですね。普通にくれたんですけど。いや、このやつってよくわかんない。持ってくってことっすよね、このダイヤモンドを墓に。おそらくね。だと思うんですよね。無限にくれるってこと？わー、なんか飛んでった。いやー、でもこれ無限に使えるやつですね。はい、これを使ってなんかできるんだ。墓にところでこれを使う感じかな、じゃあ。ここはもう用事ないです。そっか。あんま強くないっす。あ、2当て倒せるか。いやー、こう通って帰んのかよ。めんどくせえ。いや、もう別のゲームでギリランの、あれですね、練習をしてますからね。ういオッケー。よし。いや、あのギリランの練習が役に立ってます。I'll take you a good place. 同じですね。元の場所に戻してくれるって感じ。あ、目玉を装備してもう一回こいつに話してみるか。くらいもうない。目玉を装備してる状態でこいつに話す。違う、あ、そうですね。あ、じゃあ、ね、通常ルート。これは通常ルート。じゃあ、これで街を取って、じゃあもう街の、街はどうでもいいや。ゲーム版の。じゃあ、墓に行きましょうか。墓に行きますよ。あ、やべえ。あぶねえ。墓はこの先だよね。この先の下行ったとこ。あとは3日。グッモーニング。どこでしたっけ？どこでしたっけ？よいしょ。よいしょ。
いやあ、そうだったか、最悪。ダイヤモンドでいいんですかね、と目玉あたりですか。なんかあれよ、ね、思えないですけどね、こんな。ピンピンとか言ってるだけじゃねえか。いやー、ここじゃねえんだ、やっぱり。あのおっさん、やっぱ石をくれたわけか。こういうことあれか。どうだったんだろう。いやー、でも見てねえな。ところは、今いる墓のところは、あ、なるほど。あ、今回もニンニクですわ。いや、まあ、墓イコールニンニクっていう認識を取った方がいいっすね。ニンニク。あ、はい、来た。うん。何かくれるか。シルクバッグ。あ、これでシルクのバッグだ。いや、必須じゃねえかよ。必須じゃねえかよ。UIL シルクバッグ。はい、シルクのバッグです。赤、に、赤ニンニクで、シルクバッグをもらえた。じゃあもう一個の行き止まりのとこ行きましょうか。いや、きついここ。立ちじゃねえって。シルクバッグはちなみに上に来てますね。持ってるだけで効果はある感じですかね、これに関しては。シルクバッグに、なんだっけ、何を入れるっけ、だっけ、月桂樹を入れるって言ってたんですよ。あ、月桂樹か。生き生きとさせますよ、よくわかんないけど。使えばいいんですか。いや、よくわかんないですね。しかも、消費してんじゃねえか、きっちり。敵の時間がもしかしたら長くなるのかもしれないです。いや、そうでもねえな。めちゃくちゃ短いじゃない。やっぱどっかで使うのか。例えば、さっきのあの床下のとこっすよね。あの床下トラップのところを月桂樹を使っていくのがベストだったのかもしれないですね。いや、もう切っちゃいましたけどね。めちゃくちゃ長い泥の街があったらもしかしたら使わねえとダメかもしれない。
でん、でんでんでん。あ、つったってここあれか。あ、国境界ねえとこだ。そうだ、忘れてた。いやー、国境界ねえんだ。もう生きて死ぬしかないっす。ね、ゾンビアタックいきましょう。夜になった。最低だな、マジで。ドゥン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 。よし。よし。ふい。ふい。違いなっちゃいます。いや、ダイヤモンド使い道あんのかな、すげえ謎っすよね。なかったら、じゃないっすね。いやー、これは見落としてました。ラキュラーズ、ネイルメイ、ザ・エビル、ミステリー、ドラキュラの爪が邪悪な謎を解くかもしれない。爪も一個ゲットする感じなんですかね。ないっすからね、現状。爪なしでどうにかしなきゃいけないはずって。やっぱ赤水晶が関連してるんだ。ちなみに赤水晶って、どこでヒント？デボラの楽器か。ああ、これっすね。だからデボラの楽器やっぱ必要なんですね。いいんだろうな。これ装備して、まあ、しゃがむとかっかね、もしかして。いや、これわかんないですけど。来た。いや、これはわかんねえって。いや、なんか水晶は道をくれる行こうのと、別にあとしゃがんでみるっていうのが重要ってことっすね。しゃがむなんてヒントねえっすもん。赤いクリスタル持った魂持つって言ってるだけだ。でも分かるわけねえだろ。いやー、これ死んじゃうよね。リンゴーバーになるかどうかって気になるところですけど。いやー、次のとこまで来ていいけど無理ですよね。パタだったら、落とし穴があるしね、しれっと。いや、もう嫌がらせだよ、こんなの。でも、いや、あれ、いや、怪しいですね、この落とし穴。ただのトラップかな。まさかの何もねえ。おっと、いやー、あの貫通タイプ厄介っすね、スライム。落ちんのかよ、最悪だ。いやー、初見殺しであんな。だからあれっすね、ペースを使って貫通するかスペックしろってことっすね。あ、ここは貫通しますよってことっすね。
精髄がかなり使いますね、このゲーム。よし。なんかありますね。なんだあれ。いや、これなんでしょうね。くっつけて怖すぎる。え？あー、落ちてきた、落ちてきた。あぶね。めっちゃ満点ですけど、まさかの何もなしかよ。ここも。いやー、めっちゃ怪しさ満点ですけどね。何のための岩があんだよっていう。よし。ふい。ふい。ふい。ああ、実況解説と初見実況。というわけに関しては。魔性伝説はやったことあるけど、やっぱり1と2はやったことなかったですね。まあなんでかっていうと、1と2もディスクシステムだった。システムドラキュラはやった記憶がないっていう。ただまあ2はちょっとだけ画面は見たことありました。この GK 攻略とかはしたことがない。まあ初見です。アレンさんって行き止まりじゃん、よく見たら。あれ？いや、その道がねえよ。あ、ここだ。なるほどね。いやー、あんなとこもよくつわ、あー、壊れないってのも調べなきゃいけねえんだ。めんどくせえ。いや、それはめんどくさいっすね。はい、これ、そうっすね。どうでもねえんだ。ああ、ここは壊れる。はい。まあ、できそう。いや、そうだと思ったけど。ああ、しかもこっちゴールだもん。じゃあ、拾っちゃうかも。あれ、ちょっと違うな。クイ買わねえとダメだわ。あれ？クイのやつ、どこにいるの？こっちにいるか。クイのおっさん探しに行くの、こんな奥まで行かなきゃいけないんだよ。よいしょ。こっち行きます。うわぁ、行きたくねえ。いやぁ、おっさんどこだよ、おっさん。その辺に行ってくれ、普通に。たかの今回、ゴールが先っていう謎のオチです。見当たらねえじゃん。いやー、こっちこっちボスがいる可能性ありますね。いた。あんなとこいた。いやー、あんなとこで難民してんじゃねえよ。これ上から行くっていう流れか。あれ、そこにもゴールある。2つゴールがあるって。まさかのここに来て2つゲットって思うか。それか上はもしかしたらダミーの可能性もあるってことか。どっから行くんだろう。普通できると思う。仕方がわかんねえ。どっから行くんだよ、あれ。この辺かなぁ。いや、戻れねえじゃん、よく見たら。まさかの戻れねえよ。いや、こっち行くか、しょうがねえ。じゃ最初のとこに繋がってるんですか。ああ、ここは繋がってるわ。いやー、こんなルートあるんですね。これ一番最初のとこっすかね。いや、ぽいっすね。ぽいっすね。あ、こいついたもん、ね。
あ、一番最初のところだ。なるほど。いやー、もしかしたらあの上のルートで、どっかから落ちて、あの宝を取らなきゃダメだったのか、一般と行かないとダメだったのかもしれない。いやー、よくわかんない。とりあえず一回下行ってみます。あと、多分ゴールだと思うんですよね。確認だけしとこうか。二つあったんで。もしかしたら一つ目の、なんかダミーポーターですね。ゴールみたいなところから、もしかしたらその一番のところに落とし穴かなんかで行けたのかもしれない。間違いなくゴールですね。はい。いや、不意がないです。ダイヤモンドになるのかな。さすがにならないです。いやー、やっちゃった。やっちゃった。あー、よかった。2機いるわ。よかった、よかった。金はじゃあ大丈夫か。いやー、じゃあ、ちょっともう一回あれですね。最初の方からちょっと入る。出ればいいんですけど、ね、多分上から下落ちるときにここを通ってるっていう流れです、ね、いやー、めんどくせえな、この遠回りルート。マジめんどくせえ。一回落ちちゃったな。文献が今、こう見つかってない感じ。そうっすね。文献見つかってないっす。ここは右行ってみましょう。ああ、普通にルートになってたわ。ゴールじゃなかったこっちは。いやー、紛らしいっすね、あの骨。こんなんもなさそう。ああ、ここ怪しいっすね。ここ怪しいな。あった。あったね。The Cursors Kills the, Laurel Tree. 人がいたってことですかね。さあ、前みたいな炎みたいなのもらったってことだ。The Curse, Kills the, Laurel Tree.呪いが月桂樹を枯らしてしまう。持ってますけどね。呪いが、月桂樹を枯らしてしまった。
本じゃなかったっぽいっすね。人がいた。この辺か行けるんかな。ぽいっすね。ここから行けんの。いやー、なんかありそうっすけどね。なんもねえんだ。いや、まあ、ここっすよね。これ、おっさんの吹いてる。これ、絶対落とし穴あるんで、これ、要注意っすね。この奥かの落とし穴あるんで。ここか。ここ落とし穴あるんで。あ、来た。よし、オッケー！来たね。オッケー！買いましょう。あ、ここっすね。おっさんが左にいたときは落ちる可能性だった。もう調べたかったんですけど、まあいいや。オッケー、これでクリアです。よし。さあ今回は何でしょう。ドラキュアズネイル。ネイルって何だ。なんかどっかで言ってましたね。爪か。爪ですよ、ね。ドラキュアズネイル。あ、そうっすね。爪だ。オッケー。ドラキュラの爪ゲット。じゃあちょっとここ外出てパートを開けましょう。で、今4つ目なんでもう1個ぐらいあるのかな。いや、次どこ行けばいいか見当つかねえな。そう考えた。よくよく考えて、次どこ行けばいいか。また新たな道を、あれっすよね。ってやっといるんだと思うんです。ちょっと始める前にざっとちょっとその辺確認しておきます。ヒントとかね。月経所あたりがヒントになってくんじゃねえかなと思うんですけど。全然役に立ってないっす。ここで一旦切ります。はい。というわけで、次回もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。